ジョーゴメスこと、ジョセフ・デイブ・ジョーゴメスは、イングランド・ロンドン・キャットフォード出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。イングランド代表。ポジションは DF。2010年にチャールトン・アスレティック FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2014年にトップチームに昇格した。プロ1年目の2014から15シーズンで、公式戦24試合に出場した。 2015年6月20日に、イングランドのリバプール FC に完全移籍した。移籍に最初ゴメスは、夢が叶ったよ。少し現実だとは思えないし、まだピンと来てないけどね。でもドキドキしているし、ここで、プレーできることに興奮しているよと、喜びを語った。2018から19シーズンは、センターバック2枚のセカンドチョイスだったが、15節の、 バーンリー FC 戦で負傷し、ポジションをジョエル・マティプに譲った。チャンピオンズリーグ決勝とってナム戦では後半、終了間際から出場を果たした。ゴメスは U-16、U-17、U-19 のイングランド代表に選出されている。UEFAU-17 欧州選手権の2014大会では優勝を果たした。 また UEFAU-17 欧州選手権大会チームに選出された。2017年11月に A 代表に初招集されると10日に行われたドイツ戦でデビューを果たした。続く14日のブラジル戦でスタメン出場し、ブラジルを無得点に抑えた。2018年3月の代表戦で負傷し、手術をした影響でロシアで開催された ワールドカップへの出場を逃すこととなった国際 A マッチ10試合で得点ありがとうございます。